マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。痩せたいけど難しいダイエットはしたくないなって思いませんか？今すぐできて簡単に続けられるダイエットがあるといいですよね。私も難しいことは続かないのでよくね、その気持ちわかります。そこでこの動画をご覧いただくと、簡単にできて続けられるダイエット法がわかるんですね。なのであなたがもし痩せたいけどなかなかダイエット続かないなって悩んでいらっしゃるようであればぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、マイナス10キロ痩せるお茶についてお伝えしていきます。では内容はこちらです。1、腸内環境を整えるお茶だから。2、低カフェイン飲料だから。このポイント2つが痩せる、鍵なんですね。一つずつ見ていきましょう。まず一つ目のこの腸内環境に良いから、これとっても大切なんですよ皆さん。なぜかというと腸内環境が整っていないままいくらダイエット頑張ってもですね、これなかなか結果ってね出ないようになってるんです。なのでもしあなたがもう一生懸命ダイエット頑張ってるのにもかかわらず、なんでこんなに1キロも落ちないのって、もしくは落ちるけどなんでまた戻るんだろうって、そういうことありませんか？それはね、あなたが終わるんじゃないんですよ。大丈夫です。あなたの腸内環境を整えてあげれば結果痩せ体質になることができますから、そのためにこのお茶を飲んでいただきたいなと思います。次2つ目です。低カフェイン飲料だからですね。これもですね、とっても大切です。例えばコーヒーや緑茶などなど、紅茶もそうですよね。カフェインがやはり多く含まれているものを飲みすぎてしまいますと、実は腸がね動かなくなっちゃうんですよね。元気に、やはり腸にね元気になってもらわないといけないわけです。その時にやはりカフェインをですね、いかに抑えることができるかということなんですが、いかがですか？やっぱりカフェインって時々ね飲みたくなりますよね。あ、このお茶飲みたいとかあると思うんです。そこで今回選んだのはカフェイン飲料なんだけれども、そのコーヒーや緑茶に比べたらもう断然カフェインの量がですね少ないですから、安心して飲んでいただけるなと思って選んでいます。はい、そこで今回ご紹介しますのはこちらのお茶になります。黒豆宇治ほうじ茶ですね。国産の丹波種の黒大豆を使ったすっごく香ばしいお茶なんですね。でこちら原材料名は混合のお茶でティーパックになってます。で黒大豆かっこ国産、緑茶ですね。でこの緑茶が結局ほうじ茶になっていますから、緑茶に比べたらやはり低カフェイン飲料になりますし、何よりもやっぱり渋みとか苦みがやっぱり少ないのがほうじ茶なんですね。で私もほうじ茶も大好きで本当に飲む機会も多いんですけれども、これはなんとそれに黒大豆が入ってるブレンド茶ということになります。でこの黒大豆がすごいのは、何がすごいって、ダイエット効果なんですけども、脂肪の吸収を抑えてくれるアントシアニンが豊富、そして腸内環境を整えてくれますから、結果こうどんどんデトックスできるわけですよね。イソフラボンとか、あとコレステロール値も下げてくれたり、こういった効果を味方につけてこのお茶を飲んでいきますと、腸内環境が整って痩せ体質になっていきますよということになります。今回ですね、このお茶はどこで購入したかと言いますと、私が大好きなやっぱりカルディさんでね、見つけたので早速購入して飲んでみました。これ1袋あたりですね 2g×12袋入っていて 24g 入っています。でもちろんね、ここに水出し煮出しとね両方いけるタイプですが、ここからはですね、さらにこのお茶を使った痩せる飲み方ポイントをお伝えして終わっていきたいと思います。こうとっても大事、一度に大量に飲まないでくださいなんですね。何でもそうなんですけども、一気にですね大量の、お水を飲んでも、お茶もそうですよね、吸収できないんです。しかも腸にね負担をかけてしまいますから、とにかくこまめにですね、1回あたりコップ1杯分ぐらいを、数回に分けてというのがベストですけども、できない方はコップ1杯、1カップぐらいですねを飲むということで進めてみてください。では次2つ目です。どんなにね
痩せるお茶と言いましても飲みすぎは注意ですよ。1日にやはり 1,2 杯程度で十分です。私もそうなんですけれども、1日の水分摂取量の大体 7,8 割はもうね天然水です。コントレックスとか、まあ、たまには軟水よね、日本の天然水も飲みますけれども、やっぱりお水がね一番体液が巡りますからおすすめです、ダイエットにも。ただしお水ばっかりと言ってもね、そんな飲めないっていう方にはやっぱりですね 1,2 杯程度、1日あたりの、まあ、1,2 割の量ですよね、はこういったお茶に置き換えていただくと良いと思います。じゃあ最後3つ目、ぜひホットで飲んでください。ここにもね両方水出し煮出し OK って書いてあるんですけれども、私がおすすめするのは必ずホット、もしくはせめて常温のお茶にしてくださいね。これはこのお茶に限らずなんですが、冷たいね、もう冷蔵庫でこうキンキンに冷やしたようなものにまたさらに氷を入れるとかね、これがやっぱりね太ってしまう飲み方になるんですよね。腸を冷やしてはいけないんです。ダイエットに冷えは大敵ですので、ぜひ飲むときはホットで飲んでいきましょう。さあいかがだったでしょうか。痩せるお茶のポイントはあなたの腸内環境が整うこと、そしてカフェインは、まあ、ノンカフェインかもしくは低カフェイン飲料を選ぶことでしたね。この動画のお話は以上になります。もし役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。